お願いします。お願いします。お願いします。ああすごい、本当に実写を代表してきていただいて本当にありがとうございます。アニメスタッフ一同心より感謝しております。これあれですか、あの実写を代表してるの？はい。あそう、私が、はい、なぜ私なんだろう。あの普通に考えると代表するのは小栗だよね。なんで映くの？銀魂といえば佐藤二朗さん。そんなことはないよね。本当に怒られるから、銀魂といえば佐藤二朗をうつむくな、俺の顔見ろ。銀魂といえば佐藤二朗です。そんなどこもバカ野郎。今回ですね、あの前半全然あなた話、アニメのそうそうたる声優陣を差し置いて二朗さんに、やめなさい。あのね、貴様ら本当に僕はもう本当に吹き替えをね、まああの銀魂ではないですけどちょっと経験して、本当に声優に対してリスペクトあるし、本当にあるんですよ。本当にズームあれしなくていいです。本当にね、本当に僕そのリスペクトの念が強いんです。怒られ、そんなね、声優を松岡君、声優を差し置いて二朗さんになんて言ったら、あの炎上しますんで。で銀魂なんですけど、なんでそんなあの、うん、いい、今回、うん、あの原作と映画で今まで大ヒットしてるんですよ。知ってるよ。でアニメの今回の新作は800人以上のアニメスタッフの人が血と涙を注いで、うん、成功を持って。君はなんでそんな私にプレッシャーかけるの？絶対失敗できないんですよ。俺の話聞いてんの今？はい。ごめん、あの俺聞いてる話だと1分のナレーションだよね。1分です。1分のナレーションっていうのはさ、そんな成し遂げるとか成し遂げる、いやもちろんプレッシャーありますし、真剣にね、はい、やれって言ったらやりますけど、はいはい、ジャンプ編集部もすっごい期待していて、今回佐藤二朗さんにやっていただけるって言ったら、もう鬼滅越えを狙えると。鬼滅越え言っていました。私がやると鬼滅越え、なんで、なぜに、もう本当にどうしてくれるの、私炎上したら火だるまになったら、大きいワーナー、大きい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 、下の名前は大きい、それ答えろ、もう俺が、俺炎上覚悟であれ、大きい下の名前なんつうんだ、君のフルネームさらすから、ワーナー、ちょっとそれだけは、なんでだよ貴様、NG で、なんでだよ貴様、何が NG だ、ワーナー宣伝部大きいです、皆さん覚えておいてください。アメリカ本社から止められてますね。松岡君、大きいの下の名前、ファーストネームをアメリカ本社から、え、どんな名前なの、すっごい聞きたい。今回のナレーションなんですけど、なんだ、役作りいろいろされてきたと思われますが、ナレーションの、ナレーションの役作り、だって私何も話聞いて、打ち合わせもなくここに来てるのに、いきなり役作りと言われても、15年の銀魂の歴史と800人のスタッフの思いを1分にまとめる声で、どういう声なのそれ、それ具体的にどういう声なの、それはどういった声なの、松岡も大きも本当にもうマスクの奥でニヤニヤしてんじゃないの、本当は本当に怒られますよ、アニメファンの方々に、大きい松岡下の名前で、ちょっとアメリカ本社、なんでよ、俺はこんな顔もさらしてあれして、もうリスクを犯して、まあでも光栄で、とても今回お話いただいてすごく嬉しくてね、マネージャーも二朗さんこれやりましょうって言って、そうだよね、もうぜひやろうって言って、今日ここに来てるわけですけども、まさか宣伝部の大木と松岡の下の名前さえ教えてくれないとは思いませんでした。じゃあそろそろ、はい、本番をよろしくお願いします。そう、本番ちょっと緊張するな、はい、お願いします。どこ行けばいい、あちらのブースでお願いします。まだ本当に宣伝部か、芸人さんになるのか、宣伝部です、よろしくお願いします。下の名前教えてくれなかったな、2人とも、本番入ります。本番行くよ。